どうも皆さんこんにちは、ひょうひょうです。はい、ちょっとですね、この画面ね、ちょっとね、おでんさんのパクリです。はい、すいません。はい、ということで、今回はチャンプファーミング、私のですね、今の編成を見てもらいたいんですけれども、まあ、ジャイアント22体、アーチャー130体と、ジャイアチャー、そして所属リーグはチャンピオンリーグということで、まあ私今なんちゃってチャンピオンリーグでございますけれども、今回はリプレイとかを見るのではなくて、その実際に攻めながら、別に実況する気はないんですけども、まあこんな村行こうかなとか、そういう私のなんかこうつまらない話とかも交えつつ、チャンプファーミングどんなものかを一緒に見ていきたいと思います。じゃあもう早速行っちゃいましょう。ですね、こういう配置まず無理ですね。そして必要な条件としたしましては、やはり240は欲しいですね。ということでタウンホール10になってしまうんすよね。本当にすいません、本当にすいません。ちょっとこれいけるんですけど、ちょっとちきっちゃいますね。はい。ここもちょっと別になんかいけそうにないですね。なるべく壁の外に施設が多い配置、こういう配置いけるんですけど、一応その回してみましょうか。そしてアーチャークイーンがいないとやはりどうしても厳しいですね。はい。やっぱそのアーチャークイーンがいないとミスった時、ちょっとこうね、やっぱチャンピオンリーグなので、まあその下がったらちょっと嫌じゃないですかね。そんな感じしますけど、まああとは防衛施設のレベルが低ければ低いほど、もう簡単です。あ、もうこことか余裕の世之助ですね、これ。いっちゃいます？もういっちゃいますか。で、そうですね。で、攻めるときに、もう余裕っす、これ。余裕なんで、もう攻めながらいっちゃいましょう。まず、アーチャーでですね、こういう、非攻撃地、こう、うわ、カミカミだな、今日。非攻撃地帯をですね、こうちょく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 削っていくんですね。こうもういやらしくいやらしくポチッですね。ポチッ、あ、やばい。まあこういう時もあります。あと巨大クロスボウとかね、結構嫌なんですよこれね、対地になってて。でここら辺でポンポンポンと、ポンポンポンとやりまして、もうそうですね、これで下準備完了です。これであとは待つだけです。まあしかしですね、ババアチャとジャイアチャ何が違うかっていうと、やはり生産コストが全然違うんですよね。そうなんですよ。12万くらいかかるんですよ、約エリクサーが。で、チャンピオンリーグの報酬が18万なので、エリクサーがそこまでたまらない事件が起こってしまうんですよね。そして、もうこれが破壊し終わりましたら 8%。これもう余裕っすね。でも適当にジャイアントいきますよ。バーッつって、このあるあるな感じ。ね、このあるあるな感じですよ。もう皆さん一度はやったことあるんじゃないですか、この適当な感じ。これで取れちゃうんですよ。これで星が取れてしまうので強いんですよ。で、援軍が出てきたら、まあ、一応ポイズンは握っといた方がいいです。やはりポイズン強いんでね。あ、ちょっとあ、アーチャークイーンターゲット取れてる、やばい。あ、これやばい。で、もうクラン戦とかじゃないんで、もう早めに使っちゃって逃げると。はいはいはい、こちらでございますよ。こちらが一応チャンプファーミングと。まあ、ということで、今回はチャンピオンリーグでのファーミング、チャンプファーミング、ジャイアチャ。皆さんやってみてください。これを、チャンピオンリーグで、その、ババチャやったらどうなのかっていう話もあるんですけれども、なんせね、ジャイアントがすごい残るんですよ。なので、安定感といったらやはりジャイアント。安定感で、なおかつ適当にやっても、星1が取れてしまうのが、ジャイアチャかなと思います。ババチャね、私ね、結構適当な人間なので、こう出した時にね、テクニカルが必要なんですよ。テクニックがちょっと必要なんですよ、ババチャ。個人的にそう思うんですよ。なので、ジャイアチャでやっておきます。ということで、今回は、チャンピオンリーグのジャイアチャについて見ていきました。ということで、ご視聴ありがとうございました。